東南アジアの植民地化。さて、東南アジアの範囲ですが、苦手意識を持っている人はまずはじめに地理を覚えましょう。どこにどの国があって、どんな川があるのか、これを頭に入れておくと今後の東南アジアの勉強がスムースになると思います。東南アジアの地理を覚える動画はまた別にありますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは内容に入っていきましょう。ヨーロッパによる東南アジア植民地化の概略を見ていきましょう。インドシナ半島の現在のベトナムがある地域では、19世紀後半、フランスが武力で植民地化しました。後、カンボジア、ラオスを合わせてフランス領インドシナを形成しました。次に、フィリピンは初めスペインが支配していましたが、後米西戦争が起こり、アメリカが植民地化することになります。またインドネシアはオランダが植民地化し、オランダ領東インドを形成します。またマレー半島、ビルマにかけてはイギリスが植民地化しました。このイギリスの勢力とフランスの勢力の間、緩衝地帯にタイがありました。このタイはチュアロンコン王ラーマ5世の近代化により東南アジアで唯一独立を維持しました。こういったヨーロッパの東南アジア経営の特徴として、モノカルチャー経済をしたこと、欧米式の教育を推進したこと、またこの結果各地でナショナリズム、民族意識が芽生えることになります。それでは続いてヨーロッパの国ごとの東南アジア進出を細かく見ていきましょう。オランダの進出。オランダはジャワ島、スマトラ島など現在のインドネシアのあたりに進出しました。1619年、オランダはバタビア、現ジャカルタを建設し、ここを拠点としました。1623年、アンボイナ事件が起こります。これによりイギリスをこの地域から締め出しました。少し時代が過ぎて1824年、エーラン条約またはエーラン協定が結ばれ、マレー半島とインドネシアにおける両国の勢力範囲が確定しました。1825年からはジャワ戦争が起こります。オランダはこれらの地域で強制栽培制度を導入しました。これにより農村は衰退していくことになります。また19世紀後半から20世紀にかけてアチェ戦争が起こりました。こうして1910年代にオランダ領東インドが成立することになりました。そんな中、女性教育による社会の改革を目指したカルティニがジャワ島に現れます。彼女は25歳の若さで死去しましたが、彼女の書簡集はベストセラーとなり、現在のインドネシアでは彼女の誕生日は祝賀行事が行われています。イギリスの進出。イギリスはマレー半島に進出しました。ラッフルズがシンガポールを建設したため、今シンガポールにはラッフルズホテルがあります。1826年、ペナン、マラッカ、シンガポールを合わせて海峡植民地が成立しました。また北ボルネオも領有し、1896年にはイギリス領マレー連合州が成立しています。またこれらの地域ではゴムのプランテーションや鈴の開発が盛んでした。隠居や華僑が活躍した地域でもあります。続いてイギリスのビルマ進出を見ていきましょう。ビルマにはコンバウン朝がありましたが、3度のイギリス・ビルマ戦争を経てコンバウン朝は滅亡しました。そしてビルマはインド帝国に併合されることになります。スペインのフィリピン進出。スペインのフィリピン進出を見ていきましょう。16世紀レガスピの征服によってスペインはマニラに進出します。このマニラを拠点としてアカプルコ貿易を展開しました。これはアメリカ大陸で取れたメキシコ銀をアカプルコから輸出するものでした。このマニラとアカプルコ、太平洋ルートで結ばれたアカプルコ貿易は大いに栄えました。またスペインはフィリピンで政教一致体制を取り、住民をカトリック教徒に改宗しました。当初は鎖国体制を敷いていましたが、19世紀にマニラを正式に開港しています。またマニラ麻の生産も進んでいきました。麻とは植物に含まれる繊維の総称であり、身近なものとしてはリネンなどがあります。アメリカのフィリピン進出。アメリカのフィリピン進出を見ていきましょう。19世紀後半、ホセ・リサールが啓蒙活動を行います。彼は医師でありながら小説を描き、スペイン統治を批判しました。
しかし彼は後に銃殺されてしまいます。そんな中、当時アメリカは帝国主義を推進し、太平洋方面に次々と勢力を拡大していました。そして1896年、フィリピン革命が始まります。フィリピンの中でスペイン植民地支配を打倒しようとしたんですね。そして同時期、1898年、アメリカとスペインが争う米西戦争が起こりました。これにアメリカが勝利します。そしてフィリピンのアギナルドは独立宣言を出し、一時フィリピン共和国が成立します。しかしこのフィリピンとアメリカの間でフィリピン・アメリカ戦争が起こるのです。この結果フィリピンは敗れ、アギナルドは捕虜になってしまいました。こうしてフィリピンはアメリカの植民地になってしまいました。フィリピンはスペインからアメリカの植民地になったんですね。フランスのインドシナ進出、フランスのインドシナ進出を見ていきましょう。1802年、元福英は元朝を建国し、ベトナム地域を統一しました。これはフランス人宣教師のピニョーの援助やシャムの援軍がありました。また1858年には仏越戦争が起こります。この越という漢字はベトナムを表す漢字です。1862年、サイゴン条約を結び、フランスは高地シナ東部三省を獲得しました。1863年、カンボジアを保護国化します。また73年には劉英福の国旗軍がフランスに抵抗するといった出来事が起こっています。1883年、不衛条約を結び、フランスはベトナムを保護国化しました。このベトナムの支配をめぐって、清とフランスの間で清仏戦争が起こります。1884年の出来事です。この結果、天津条約が結ばれ、清はベトナムの総主権を放棄し、フランスのベトナム支配が固まることになります。こうして1887年、フランス領インドシナ連邦が成立しました。さらに1893年、ラオスを保護国家し、フランス領インドシナに編入しています。そんな中、1904年に日露戦争が起こり、日本がロシアを破ります。この衝撃は東南アジアにも大きな影響を与えました。ファン・ボイチャはドンズー運動を展開し、日本へたくさんの留学生を送りました。日本から学ぼうとしたんですね。しかし日本は日仏協約を結ぶと、この留学生たちを追放し、ドンズー運動は終了してしまいました。1912年、ファン・ボイチャはベトナム幸福会を結成し、新たな独立運動へと身を投じることになります。ポルトガルの進出、ポルトガルの東南アジア進出を見ていきましょう。ポルトガルは現在のインドネシアの東部に位置する東ティモールを領有しました。その過程を見ていきましょう。まず16世紀にポルトガルの宣教師が来航し、やがてここを植民地化していくことになりました。17、18世紀にはオランダも西ティモールに進出してきて、ポルトガルとオランダが対立することになります。しかし1859年、リスボン条約が結ばれて、ポルトガル・オランダ間でティモールを東西に分割することが決まりました。この結果、東ティモールがポルトガル領になりました。タイの改革と独立保持、タイはシャムとも呼ばれ、18世紀以降ラタナ高新朝が存在していました。ラーマ4世モンクット王の時代に積極的な近代化政策に乗り出し、海外から家庭教師を招いて王子たちの教育をしました。このエピソードはミュージカル王様と私の元になったことでも知られており、最近ではブロードウェイで渡辺謙さんがモンクット王を演じて話題になりました。このラーマ4世の子、ラーマ5世チュラロンコン王の時代に、タイはチャクリー改革と呼ばれる近代化政策に乗り出します。奴隷制の廃止、学校教育の開始などです。日本の明治維新とほぼ同時期であり、比較されることもあります。このようにしてタイはイギリスとフランスの勢力の緩衝地帯であったこと、そしてチャクリー改革が実施されたことなどにより、東南アジアの国では唯一植民地とならず、独立を保つことになりました。